はい、どうも皆さん、こんばんは。今日は11月4日の20時21分に収録しています。今日はですね、えー、底打ち、レンジ、暴落。 で、まあ、冒頭とかね、暴落が怖い方に特に、まあ、聞いていただきたい。で、そして、まあ、トレーダーとしてね、アクティブにやられている方についてはですね、まあ、戦略の私の考えの一つとして、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。よろしければね、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、昨日ですね、私はお詫びの動画をね、200ポイント上振れしたということでアップさせていただきました。で多くの方々にね、温かいコメントをいただきまして、励ましのメッセージとかね、ありがとうございました。 でまあ、今残っている、今見れるコメントっていうのは、私の中で、まあ、ちょっと批判的なものがあっても、それは別に、はいあの、ブロックするとかそういうものじゃなくて、はいまあ、受け止めている内容と、はい、そのように見なしています。1点だけですね、はい、1点だけコメントで、私の,そのテクニカル専門で私やってるんですけど、まあ、多分ね、ファンダメンタルズ派の方なんでしょうね。はい、テクニカルなんかやっても社内的な、うん、そういうコメント。 いやファンダを見ろと、ファンダ学んだ方がいいよというコメント書かれたんで、その方はね、ブロックというかあのコメントを消させていただきました。はい。ちょっとなんか、あの、抽象するような感じだったんで、はい。いや、もう全然、あの、テクニカル専門で私はいけると思ってるし、なんならね、なんならちょっと言わせてもらうと、この夏数ヶ月でね、ずっとブルーをガチホだった人、ね、その後、ファンダメンタルズのアノマリーの影響で上がるだろうって思って信じて、で、まあ今、上がったからね、まあ良かったと思うんですけど、 だけど、その間、私というのは、下げを予想して、下げ上げ、下げ上げ、下げで、スイングスタイルで、資金を何倍にもしてるんで、はい。だから、テクニカルトレーダーなめんなよ、というのが、私のね、強い、はい。これ、意志なんですね。なので、テクニカルの分析、専門でやってるからといって、それを批判すると。 ねえー、そういうのは、ちょっとあのコメント削除させていただきました。それ以外はですね、はい、皆さんね、あの、温かいコメントばかりで、あの、励みになりました。ありがとうございます。で、えー、まあ、前を向いていきましょうということで、シナリオはね、崩れた時の立て直し、リカバリーっていうところで、資金を大きく、どんどんね、さらに増やしていくことができます。ですので、その戦略をですね、私の中で、このように角度を割り振りました。 一番ですね、底打ち50、50%。レンジ継続。これが30 35%。で、三が暴落ですね。まさかのシナリオ。これ15%です。はい。ざっくりこれぐらいの角度の割り振りをしていて、で、それぞれのジグザグが見たいでしょ。はい。ですので、それをね、私なりの、はい、シナリオを今から解説したいと思います。はい。 またね、儲けのチャンスということで、アクティブな、まあ、結構私はアクティブめのトレーダーだと思うんですけど、スイングスタイルの中でもアクティブめの上も下も取る的なね、両面取りみたいな、そういうスタイルだと思うんで、はい。あの、売買判断はね、あくまで自己責任で。で、私のチャンネルでは、買えとか売れとか、そういうこと一切言っていませんので、はい。損切りしろっていうことも言ってないからね、はい。なんか損切りしたっていうふうに、 いや、損切りしろっていう風に言われたみたいな変な解釈されると困るんで、私はライブ中でも損切りしてくださいとか、売れ買えとか一切言わないからね。そこを勘違いしないようにしてください。あくまで私のね、脳内にある、はい、シナリオを共有させていただきます。まずですね、底打ち。一番目、底打ちです。この一週間の上昇、この上げっぷりというのは、これ騙しとかじゃなくて、よくある、 いいですかよくある逆三尊のこの部分、この部分。ここからこの部分。谷のこの戻りのこの上昇。ここがね、一番上がるんですよね。この部分を今見てるんだよと。あ、はあ、い、いうことで。で、これ今日足なんですけど、周足でもこの波動っていうのはもう明確にわかる。つまり何やってるかっていうと、周足レベルの底打ちのチャートパターンを作ってるんだろうと。 いうことを考えています。ですので、この先週のほぼ上髭の少ない大陽線というのは、そう簡単に止まりませんよ。来週もそう簡単にストップしない、キキってブレーキするような予兆も、兆しもね、ほぼ週末ずっと見てましたけどなかったです。ですので、まだ上がると思います。ね、週足見てください。日足見てください。 はい。来週の月曜日からすぐ下げていくようなローソク足に見えますか私はね、そう見えないですね。はい。ですので、これ一体ね、この上げっぷりは何なんかって言ったら、ここなんですよ。ここ。週足レベルの波動のね、上昇の一波を作っていると。はい。このように私は考えるのが自然かと思います。つまり、来週の週始め、まだ上昇するよ。どこまでって言ったら、 こんな感じです、はい、でね、ちょっと注目いただきたいのは、今年の年少からの、ね、トレンドラインありますよね。ちょっと忘れかけたけどねあの、視聴者さんのコメントで思い出しました。もう塔に抜けてるからさ、だから忘れていたんだけど、これね、もう一遍引いてみてください。でそうするとですね、私が今、ジグザグ書いた底落ちのチャートパターン、シナリオ、はいえ、これのね、ちょうど上を試すような、 感じになるんですよね、うん、つまりねえっと、まあ、目先ね何を狙ってるかっていうと週足レベルのね下落トレンドをノートレンドにするためのここここを15333ここを上向かない限り週足って今下落トレンドの最中なんですよ。ですのでそこを確認にっていうのは、まあ、慎重に っていうふうに私言ってるじゃないですか。まさにね、そういうことなんですよね。週足だって今下落トレンド中でしょって。この後どうなるかって言ったら、今の勢い見てるとね、車はね、急スピードでこう、ガーッと加速して走ってるとね、そう簡単にこうストップできないでしょ、うん。急ブレーキ効かないでしょ。んで、先週まさにそんな感じだったんですよ。なので、そんな簡単にね、この勢いって止まらないと思うんで、今何やってるかっていうと、この週足レベルの戻り高値、直近高値の15333。 ここを目指してるんだと思います。はい。ここを目指して今全力疾走してるんだと思います、うん。で、じゃあね、ここを到達してすぐ売られるのかって言ったら、私はそう思ってなくて、はい。ちょっと突き抜けると思っていて、その、まあ、ざっくりのめどがですね、450とか、はい、そのあたりかなって。ひょっとしたら500いっちゃうかもしれない。ボリンジャーバンド、ちょっと重ねてみてみてみましょうか。3シグマ、2シグマ。そうですね、2シグマ。 ね、ボリバンの2シグマがここ今日の時点だととかそのああたりりにありますですのでまあここ最近数ヶ月ねボリバンのプラス2シグママイナス2シグマちょいふか押しみたいな感じで、えー、まあ行ったり来たりしているという観点からもこのねプラス2シグマの477あたり、はい、この辺まで上げていく可能性は大いにあるかなっていうふうに。 思いますはい、で、えー、一目均衡表を重ねてみますとですね、まあ、こちらは現物の NDX ですけど US100 の CFD のチャート見るとねもうかなり雲の上限まで来てますこれはねよっぽど、はい、翌週抜けていく形かなって思いますね、はい、もしねここで頭打ちになるんであればね先週の金曜日昨夜こういう要線ではなくやっぱりねもうちょっと上ヒゲ作ってたかなって キキーってブレーキをかけるような、そういう前兆があったんじゃないかな。だけどめっちゃ強かったね。最後の10分とかでほんのちょい50ポイントぐらい下げましたけど、あれはね、下げたうちに入らない。はい。全然強いですね。週足も日足も全て強かったです。ですので、もうね、意図が、はい。もう明確な意図を持っている。うん。それは何かって言ったら、やはり、底打ち。はい。この現物の NDX で底打ちを狙ってるのかなと。 これを、ね、メインシナリオと現在しています。で、その価格が、ね、来週以降の前半、週前半の、はい、上値の余地というのが460とか、はい、400後半あたりですね。はい、それはこの、ね、昨年、えじゃああの今年の年初からのこのトレンドライン、これ1本引いていただいて、 この辺りまで到達するんじゃないかなと。で、そうすると、周足レベルの、この直近高値を上抜いたことにもなりますし、ね、周足の波動が、ね、この谷、谷の V 字が完成するわけですよ。で、その後ですよ。その後、今度は、周足の第2波がやってくると。 とといいうことですすね推し,推しが入ってくると思いますそれがじゃあどこまでっていう話なんですけどいやそんなことないって、うん、俺は底打ちを信じててこのままね一直線に上がっていくんだって甘い、うん、そういうもんじゃないと思う、うん、だってそれはね過去検証したらわかるよだってさここも似たようにねダブルボトムでこうやって上げてで結局ねフラクタルだけど週足レベルのこういうい下げがが来てから上がったでしょなので一直線に底打ち勝利って。 うん。もうハッピーエンドっていうふうにはなかなかならないのが相場なんですよ。ですので、なんせね、一直線に、年末までずっと一直線にこう上がっていくと。これは非常にね、テクニカルとか寝、ね、動きあまり知らない人の考え方ですね。ある程度まで走りますよ。だけど、そのまんまずっと行くってことはよっぽどないと思っています。なぜなら、この数ヶ月間、相当なレンジ期間でしたから。 このレレンンジを終わらせてて上昇トレンドだねねっす、うん、すにはです、ね、やはりねそれなりのそういう底固めっていうのを週足レベルでやってで週足の上昇トレンドってなって初めて底打ちとだから私ねずっと言ってるんですよ底打ち確認っていうのは慎重にと、はい、いうことです。 はい。ですので、まあ目先ですね、結論470ぐらいまで上がって、で、年初からのトレンドラインにタッチして、で、その後ようやく押しを作ってくる。どこまで押すのって話でしょう。これはね、ヒントがね、もうこのチャートに出てる。現物の n d x に出てる。ここの窓。ここの窓。ここを2つを埋めに行く。はい。形になるんじゃないかなっていうふうに。すごく後からわかりやすいですね。このギャップを埋めに行く。ここのギャップもあるんだけどね。 ここまで埋めに行くかって言ったら、それはね、ちょっと思ってないですね。なぜなら、他の二指数はここ窓開けてないから。はい。とかね、あとね、底落ちのパターンって、こういう逆三存だけじゃなくてね、ダブルボトムっていうのもあるんだよ。こういう形。この直近安値をギリギリね、下抜けずに切り返して上がっていくって。うん。こんなに押すわけないでしょって思うかもしれない。だけど、年初振り返ってみてください。 年末年始。これダブルボトムですよね。週足レベルのダブルボトムですよね。だから底打ちだって、このら辺で言ってた人は、まさかここまで落とされると思ってなかったということなんで、ダブルボトムも、まあ、なくはないんですよね。この、この、この形ね。これもなくはないんですよ。だけど私はね、まあ、ここまでとすことはもうよっぽどないかなって。この1番の底打ちのシナリオの話ですよ。2番とか3番はまた追って話をします。 まずはねこの確率50%の底打ちとなるならばダブルボトムじゃなくてこの左肩を左谷を意識した、まあ、逆三層かなと思ってます。はい、でアンドこのギャップを埋めるとねギャップというのは後からねしばらく遅れてから埋めに行くという、はい、そういう、まあ、示唆でもあるのかなって私は考えていて。 で、この、えー、先日、えー、先週、先々週つけたこの安値、ね、10月26日につけたこの安値から、えー、まあ、到達するであろうメドのね、15,450あたり、この辺までフィボナッチで、えー、ドラッグしていただくと、まあ、5、60%を押したことになりますよね。はい。週足のこの形見えますかね、左肩、で、真ん中、で、右ショルダーね。逆三層。こういう形で、で、晴れて即打ちと。 これでこういうふうに上がっていってもですね、ほら、12月のね、それこそ1ヶ月後にはね、もうかなり高いところにいますよね。この形に従って、ああ、妥当かなっていう形を描いて、ね、だから一旦押しを作るんですよ。一旦押しを作って、そこから上昇する。ほら、16,400とか。うん。昨年の高値、全然年内抜けるからね。全然抜ける。だから、全然このジグザグでもいけるんですよ。最高値。はい。 ただ、一直線にずっと16,700まで上がるってことは、まあ、よっぽどないよ。よっぽどないよ。うん、って言っときます。はい。うん、はい。なので、まあ、えー、この辺まで上げるでしょうと。1万四千あごめんなさい。千5 4 5 0から15,500ぐらいまで。はい。これは、えー、このトレンドラインであったりとか、あと、ボリンジャーバンドとかね。まあ、RSI とか、いろいろ見ながらですね、はい。 現在はこの週足の直近高値を今狙ってんだよとでその後週足レベルの押しが来て第2波動で第3波ってなって週足の上昇トレンドつまり底打ちってこと、はい、テクニカル的にももう明らかに底打ちだよねってうんだからまあ今年の年初で言うとここを上抜いた時ですねここのダブルボトム上抜いてで底打ちってなってはいいう形です <laughs> よろしいでしょうか。かこれがね、底落ちパターンで。で、えー、先週のこの冒頭、爆上げ、はい、時間外上げで、ザラバでも上げ、これを見てる限り、まさにね、えー、この勢いっていうのはここを目指してるのかなっていうふうに私は考えます。ですので、ですので、私はアクティブトレーダーなんで、この短い値幅をどっかでいいところ下がったところで、ロングで、はい、ロング。大きな押し目はね、多分ないと思っていて。 だいたい時間外での値動きって前日の終わり値に対して100から150ポイントプラスマイナスで前回の終わり値っていうのが1万5000まあざっくり100なので1万5000とか1万4980とかその辺ぐらいまでは下がるかもしれないそこで買いを入れるでそうするとまあざっくり1万5000からなんと450ポイント値幅が取れると期待できると いうこことになりますこれが私の底ちになりますでその後私は当然のごとく、はい、ここの頂点の下落の,シナリ下落のパターンチャートパターンを1時間足とかで見てでそこでショート入れますショートここでかいね、はい、ここの値幅461から670まで下げたらどれぐらいの値幅取れますかざっくりここからここまで窓を埋めましたと。 794ポイント。はい。だから今ね、ブルの上昇確認、あの、確信している方も、こういうね、800ポイント下げっていうのは、全然あの、週足レベルの波だからね、あり得る。全然あって普通です。週足なんかで見ていただくとね、はい、わかります。はい。陽線陰線陰線で、陽線で、陽線陰線陰線,陰線陽線みたいな形でね。はい。陽線と、 陰線が交互に並んで、結局、底打ちに至るというシナリオって全然、あの、頭に描けると思います。テクニカルやってる人だったらね。はい。だから、普通に周足の波動、冷足の何、何日足の逆三層作ってからとか、そんなちまちまなことをやらずに、もう一気にいっちゃうパターンだったんだね。はい。というような形で、一番の底打ちはですね、このように、この辺まで上げて、で、窓を埋めて、で、そこから切り返して底打ちと。 なるパターンで。これが、まあ、私の中で50%ぐらいかなって。はい。50%って思っています。はい。で、次ですね。次は、今度はレンジのパターンです。はい。レンジのジグザグをご覧いただきましょう。こちらです。はい。これはね、35%。うん。そこうちよりも、角度が低い。なぜ角度が低いって私が思っているのか。それは、先週の金曜日、昨夜。 うん、あまりね、こうブレーキをかけた感がないから。もしこれレンジだとしたらですね、このずっと数ヶ月意識されてきた平行チャンネル。ね。平行チャネル。うん。この上限でリミットかかると思うんですよ。その価格いくらか。1万5千。1万5千。だから月曜日に到達すれば1万5千160。で、対して金曜日の高値どうでした ?1 万5千150。もうほぼ余地がないですよね。 もう、あと、ほんのちょい上げて、下がる。っていう風だったら、もうちょっとね、その、上髭もうちょっと作ってきて、で、もう一発上げてから落ちるとか、反落の兆しみたいなものがあって叱るべきかなって思うんですよ。全くね、ブレーキかける素ぶりなかった。私が見てた限り。はい。ですので、強いので、そんなに車は簡単に止まらないよという意味で、私このレンジ説というのは、一応疑ってはいるけど、 35%ぐらいとさせていただきます。もしレンジであれば、この平行チャンネルの上限でリミットかかるとかね、あと、日足の一目均衡表の雲、うん、この雲のちょい上ぐらいで結局ヒゲになって落ちていくというシナリオになります。はい。このレンジはね、35%ですね。もし、この辺で落ちていくのであれば、うん、もう、もうすぐですよね。すぐ落ちるんで、そのまま、もし今、ショートポジションの方は、 はい。利益がすぐ出ると思います。週明けすぐ落ちるんで、はい。まあ、含み損が減って、で、プラテンして、うん、っていう感じになると思います。はい。で、私のメインとしてるこの底打ちパターンは、これは、あの、まだ踏み上げられますよ。うん、まだ行かれちゃう。うん。だから、これをやっぱ疑っていかなくちゃいけないし、まあ、なんなら私はね、これが50%だと思ってるんで、一番最有力だと思っています。はい。うん。 まあ、理にかな。テクニカル的にも、このギャップをね、こうやって開けたまんま行っちゃうのかっていう、ね、周足レベルの波動を作るんであれば、十分ね、理にかな。後でまた埋めに行くよっていう形なんで。はい。まあ、これはね、底落ちパターンですけど、レンジパターンだったら、もうここでね、すぐリミット。15,160ぐらいで頭を押さえられて、で、落ちていくという形。この場合はですね、これね、レンジの場合はですね、結局ね、え、上か下かわからんじゃんっていう話。 はい。だからえ、このね、ひょっとしたら、ここで200日線とか、このレンジの加減、うん、ここを下抜いて、で、下落トレンド入りする可能性も全然ある。はい。下落トレンド。うん。結局、上、下、上、下、どっちっていう状態が、状況がまだ続くってことになるから。うん。だから、こういう直近安値をまた割ってくると。 はい、いう可能性特に下げる時のスピード速いからもうね、えー、レンジでまた下に行くんなら結構早々に下げていくんじゃないかなって思っていまして、はい、この可能性はね、はい、35%でこれが否定されるのはやっぱりねこの平行チャンネルの上限この線を上抜いた時ですよねここを上抜いた時にああよっちゃんが言ってたこれ底落ちのパターンで、えー、直近のね周足のこの戻り高値、ね ここを上抜いて、このトレンドラインの上ね、ここを目指していくんだなっていうことを、このね、水色ね、これを思い出してください。はい、よろしいでしょうか。はい、まあ、ただね、レンジの可能性もまだあるよと。うん、ブレーキかけた感がないので、えー、角度が低いって思っています。まだ上に行く形ですね。ものすごい強かった。これね、認めざるを得ないですね。はい。うん、だからもう、あと数百ポイント。 現在各からもう何百ポイントまで上げてもおかしくないようなそういう勢いがあると思います。で最後。最後はね、暴落。これね、15%です。うん。個人的には15%のこの暴落あると一番面白いんだけど <laughs>。個人的にはね、はい。だけど、あの、それとテクニカルの私の裁量判断はまた別の問題なんで。はい。面白いのは暴落なんだけど。 皆さんどうですかこれ一気にね、はい、ギャップダウンで、ギャップアップできたんだから、週明けにね、うん、ガッといきなりもう、はい、窓開けて、なんかのニュースかなんかを受けて下がってるというふうになればいや、これはね、面白い値動きですね。はい。<laughs> うん、まあ、それが起きてほしいんだけど、それがまあ、こんな感じですね。はい、一気にクラッシュ、うん。僕はあんまり暴落って言わないでしょう。だって、僕、あの、ほら、マ、ま、ン、何だっけ、えっと、なんだっけ。 ブラックマンデー。うん。ブラックマンデーとかって否定したでしょ。だから、そのブラックマンデーは起きないんだけど、だけど、こういう可能性も、あまりにも先週のこのギャップ明けの3区踏み上げの形、これが異常すぎると、なんか不自然感があるよねって。違和感があるよねって。変わりすぎだよねって。これなんか操作されてるでしょって。うん。で、そのはしご。 うん、だからまあ要は先週ずっと上げてきて買いで飛びついた人たちを一気にはしご外して落として損させるみたいな、はい、そういうどんでん返しが週明けに起きるのであればその可能性どれぐらいって言ったら15%ぐらいかなってまあまず起きないかなと思っています、はい起,きてしいうん、起きたら面白いけどね、うん、だけどまあまず起きないかなっていうふうに思っています、うん、大体ねその期待っていうのは裏切られて外れると。 いうことです。まあ、ただね、三区踏み上げの形にはなってるんで、これをどっかでやっぱりね、埋めていくと、はい、いうこと。それはまあ近々起こるんじゃないかなと思います。まあなぜね、この価格帯、ギャップ含めたこの価格帯、もう完全無視して、このまま年末までこう行くってことは、まあまずないって言っときます。はい。ブルの人は、いやもうそんなん嫌だよって。半値押しとか嫌だよって。まっすぐね、ずっと上がっていくんだって。信じて疑いたくないけど。うん だけど、やっぱりね、ううん、まあ下がっていくかなというふうに思っています。はい、では、まあ、この暴落というのはまあ可能性低いかなというふうに思います。はい、以上ですね、まあえっと、メインは底打ちのシナリオ、で2番目はレンジ、で3番目は暴落ということで、それぞれのシナリオと戦略を解説させていただきました。 はい。えー、まあ、儲けのチャンスだと個人的には思っていますんで、えー、まあ、このね、私のシナリオを3つこうやって今、はい、立てましたが、まあ、どうなるのか、まあ、皆さんとしてはね、どうなってほしいのかっていう思いはあるでしょうけど、そういうね、えー、ご感想あればぜひコメント欄で聞かせてください、えー。本日は以上になります。ありがとうございました。